筑後川でのうなぎの稚魚の放流は、うなぎの漁獲量を増やそうと1974年度から県が取り組んでいるもので、今日は神埼市と宮城町の合わせて2カ所で放流されました。放流されたのは今年1月から4月に漁獲され、27センチほどに育ったシラスウナギおよそ4300匹で、宮城町では地元の保育園児が参加しました。放流された稚魚は1年ほど筑後川で過ごした後、外洋に出て4、5年ほどで筑後川や九州の河川に戻ってくるということです。県によりますと、県内のウナギの漁獲量は1993年は10トンほどでしたが、水質の悪化などにより2014年にはおよそ1トンまで減少しているということです。